新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、昨日下げ幅が1000円を超えた。日経平均株価は今日も下落し、一時1万9000円を割り込みました。中継です。はいコロナショックに揺れる株式市場に逆オイルショックが追い打ちをかけ、ジェットコースターのような相場となっています。 原油の価格がサウジアラビアとロシアの対立から湾岸戦争以来の暴落に近い値下がりを記録しました。新型コロナウイルスの感染の拡大と相まって、9日、アメリカのダウ平均株価は市場初めて2000ドルを超える下落となりました。この流れを受けた東京市場は、昨日節目の2万円を切ったばかりの日経平均株価があっさり1万9000円を割り込む場面もありました。 ただ、トランプ大統領が減税など経済対策を発表するという報道などがあり、為替は1ドル103円台まで円安にシフトし、日経平均株価も下げ幅を縮め、午前はきのうより293円安い、1万9405円で取引を終えました。しかし、市場関係者は政府当局の対応が期待以下なら失望売りを招くと警戒感は高いままです。